あれ、お疲れ様です。今日はどうしたんですか、急に。すいませんね、急に呼んで。はい。あの、バーミンチャンネルのバーミン君と、はい、あと土橋君が、はい、スパーリングしてくれるみたいだから、はい。と、モニちゃんに、はい、練習教えてもらおうと思って。あ、そういうことなんですね。はい。今日お願いします。全然上手くないですけど、よろしくお願いします。お願いします。はい。あれ、そういえば土橋さんって元気してますか？土橋くんは元気だけど、はい。まあ、ちょっと前に事故に遭っちゃって。事故ですか？あの、バイクの事故で。バイク。で、この動画のタイトルにも、はい。まあ、土橋くんの名前入れてるんだけど、はい。で、この動画の収益は、はい。土橋くんと折半にして、はい。大変ですもんね。で、土橋くんの洋服も、はい。この概要欄に、はい。貼って、はい。で、まぁ、ちょっとでも、なんか事故の、はい。お金がすごい請求来て、はい、ええー。大変だっていうから、はい、まあ、ちょっとでも洋服売れたらいいなと思って、はい、あれそば YouTube って、はい、あれ儲かるんですか？一番いいのだと再生4万くらいいってますよね。はいはい、土橋くんが出てるやつは4万再生くらいいってるけど、はい、あれね、広告剥がれてる。あ、そうなんですか。あ、土橋くんが出ると、はい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 、ちょっと内容が別にリークになって、はい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 、結構剥がされちゃってる。ああ、そうなんですか。まあ、純也くんの話とかも、はい、あれ多分、はい、まあ、俺らは悪ふざけでやってるし、ええ。まあ、純也くんと俺らの関係っていうのも、はい。まあ、そういう感じで成り立ってるんだけど、はい。まあ、YouTube の、多分、運営を刺激してしまって。はい、ああ、厳しいんですね、結構。かなり厳しい。だから多分、はい。料理の動画とか、はい、まあ、くだらないドッキリとか、はいはいはい、はい。まあ、多分最近の YouTube って、はい。そんなんばっかだと思うんだけど、はい。まあ、そういうのだとつまんないから。ああ、そうですよね。まあ、いろいろ、はい。ありのままを、はい。喋ってたら、はい。まあ、ほぼほぼ剥がされちゃった。ああ、そうなんですね。多分20個くらい剥がされてる。あ、そんなに剥がれてるんですか？剥がれてる、剥がれてる。ああ、じゃあ結構それも痛いですよね。そしたら剥がされちゃって。まあ痛い、痛い。そうですよね。動画撮ってる意味が。あ、なるほど。確かに。うん、まあ面白いから。はい。全然、その視聴者の方には。はい。まあ、その広告動向じゃなくて。はい。まあ見てもらいたいなっていう気持ちはある。はい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 。これ1万再生で、うん。あの、どれくらいなんですか？その収益というか。広告に制限がついちゃってるやつは、はい。100円ぐらいかな。あ、そうなんですか。結構、なんか、もらえるのかなってちょっと思いましたけど。まあ、通常だと、はい。4000円ぐらい。はい。1万再生で多分。はい。動画の長さとか、はい。広告何個入れたかとかで、はい。スキップしなかったりとか。はいはいはい。まあそういうのにもよるんだけど。ああ、それ広告じゃスキップとかされちゃうと、またちょっと収益変わってくるってことですか？うん、まあ全然、全然違う。ああ、そうなんですね。まあ、大抵の人スキップするからね。ああ、まあ確かにそうですよね。俺も見てたら、スキップするもん。そうですよね。しないのは、ウリタ夫婦チャンネルぐらい。あ、ウリタさんの。あそこのはスキップしないけど。そうなんですね。まあ、それ以外はもうほぼほぼスキップする。はい、ああ、そうですよね。うん、じゃあぜひスキップしてもらわないでもらいたいですよね。わざとらしいから大丈夫。あの、協力してくれる人だけで。あ、わかりました。はい。YouTube でじゃあ食っていくのって結構じゃあ厳しいんですかね。うん、厳しいとは言われてるけど、一回決めたことだからやり続けると。うん、そうだね。うん、あれ生活費とか、あの、お金とかってどうしてるんですか？大丈夫なんですか？全然大丈夫じゃないよ。ああ、会社も本当に全然儲かってないし。はい。自分の会社も。はい。まあ FX もうちょっとしたらちょろっとまたやろうかなと、はい、思って。はい。まあでも大統領選挙近いから、はい。まあ値がかなり飛ぶからね。あ、まあ。それ終わったらまたちょっと、はい、やろうかなとは思ってるけど。はい。あの、なんかちょっと話全然変わっちゃうんですけど、はいはい。あの、1っていう男優の方って、動画って出てくれたりとかしないんですかね。うん、あっちの方の、はい。大人の方の動画しか多分出てくんないと思う。ああ、そうなんですね。あと、うん、あの前に動画出てた、うん、あの女の子ってもう出ないんですかね。ああ、座敷わらしじゃん。そうです。そもそもなんですか。そうそうそう。座敷わらし似てるから。ああ。まあその出てくれって呼んではいるんだけど。はい。なんか忙しぶってて。ああ。何が忙しいのかなと思ってた。はい。なんか LINE グループとかグループチャットで。はい。LINEしたい人いませんかとか言って。男は漁ってて、はい、こういうのに忙しいのかな。ああ、なるほど。どうしようもないよ、ね。あ、そういう感じなんですね。だからね、あれされちゃうんだよ。ああ。まあ、座敷わらしちゃんはね、はい。ああ見えて、はい。肉食
系の女子だから。あ、そうなんですか。見かけにやっぱ寄らない人がやっぱそういうの多いですね。そうだね。あ、まあでもあの子って結構特徴あっていいですよね、うん。なんか面白かったし、なんか受けたなって思ったんですけど。面白いよね。はい。うん。まあちなみにね、はい、あの動画もね、広告剥がされちゃってる。あ、そうなんですか。なんか引っかかるところがあったんですかね。内容がね、あんま教育面とかで言うのかなっていう。はいはいはい。じゃあ、森ちゃんさ、はい、あの申し訳ないんだけど、はい、コンビネーションとかなんか、はい、技とか、はい、今日せっかく来てもらったから、はい、あの教えてもらいたいんだけど、あ、まあ、ボクシングでまあ良ければ、うん、パンチしかわかんないんで、うん、まあ、パンチ強ければ、うん、もう全然全然、はい、もう本当に素人に、はい、手が入ったら、はい、わかりました。お願いします。はい。まあ、俺と森ちゃんもね。はい。もう、だいぶ、付き合い長いから。そうですね。もう、小学校かとか、まあ、幼稚園ぐらいからなんかもう知ってましたもんね。そう。そうですね。昔って、どこまで昔かちょっとあれですけど、なんか自分がなんか覚えてんのが、うん、なんか、250番さんの、うん、なんドラゴンボールかなんかのカード、昔なんか結構流行ったじゃないですか。なんか、ガチャガチャでやるやつ。めちゃめちゃ俺、あの、トランクスのキラが出るまで。そうですね。めちゃくちゃ金使ってた。キラが出るやつで。で、それをなんか、テクスの悪いやつが、なんか、いたじゃないですか。うん、あいつ名前なんて言うんだっけな。なんとか、ヒカルだっけ。あ、そうですね。パクられたんだよ、そのトランクス。そうカード。で、そのパクったやつを、なんかもう怒ってて、250番さんが。うん、で、それで、なんか、それをそいつをなんか、捕まえてくれみたいな感じで、うん、で、僕なんか言われた、僕なんか周り言われた気がして、で、そいつんち張り込んだ記憶があって、そいつが学校帰りとか、もうその話噂が回ってたから、そいつ急いで帰っちゃったじゃないですか。なんか、もう、で、それでなんか、と捕まえて、あれこれなんかしたようなイメージがありますけど、いくつぐらいですか？それ、あれですよね、僕小学校1年とか2年とかの話ですよ、確か。小学生の時だ。小学生の時の話ですよ、それ。そうですね。昔から悪かったんじゃないですか、だから。いやいや、そんなあれじゃないけど。でも別に俺、あの、なんだろう。モニちゃん、先輩の焼きとかさ、結構、激しかったんだけど。はい。妄想とか。そうですね。俺別にだって、はい。モニちゃんに、はい。あの、そういうことしてないんだ。一切自分とかされてないですね。でしょ？はい。だから年下にはそういうのをやってるイメージが全くないんで。そうだ、まあ自分がね、そうですね。やられて嫌なことは。そうですね。人にはしない。そうですね。まあだから変なことしてるっていうのは今容赦ないっていうだけで。まあそれはね。カードパクって、ね。そうですね。カードパクってやつが悪いですよね。そうですよね。まあそういう時もありましたよね。懐かしいね。そうですね。まあでもこうやってね、はい、あの撮影にも協力してもらって、はい、あのすごい、ありがたいけど。はい。あ、いい感じじゃないですか。あ、いいですね。いいっすよ。たら、あれ、今、うちのあれ来てるんで、うん、子供来てるから、そしたらちょっと子供が来てコンビネーションとかうまいから。あ、子供、ね、はい。森ちゃんの、はい。ボクシングやってるんだ。やってます、やってます。あ、ほんと？はい。じゃあ、よかったら、はい、教わってみようかな。で、ね、ちょっと子供にじゃあちょっとコンビネーション。もう、これ速攻ぶっ飛ばせるね。うん。グローブつける？
と銘柄。すごいね。下あれですね。下もボディもやった方がいいですね。あ、わかります。はい。ジャブ打ちながら、はい。はい。ワンツーですね。はい。はい、で距離で距離も取って、はいはい。はい。行った方が。でストレートフックストレート。ストレートフックストレートですね。ストレート軽く、はい、ストレートフックは軽く、で最後のストレート強めに、そうあ、そうあ、いい感じですね。あ、そうこれサンドバッグが、はい、揺れちゃうとダメなんですか。まあ揺れちゃうと、まあちょっと力の加減が多分全部強いんですよ、パンチが。はいはい、だからなんか強弱つけるというか、関係つけるというか、3発目強くみたいな意識ですね。なるほど。はい。そうです。はい、そうです。で、ワンツーですね。ストレート、フック、ストレート。で、ちょっと距離取ってワンツーですね。パンパンパン。ストレートパンパン。そうです。ボディ、右ボディって感じですね。左ボディ、右ボディ。はい。で、フックス。次。左ボディ、右ボディ、左フック。左ボディ、右ボディ、左フックス。そこで。はい。パパパーンって感じですね。ああ、そうです。これも近い距離なんで、だいたいサンドバッグよりも近くに行った方がいいですね。いや、もう、あとはもうそれを反復して、やれば完璧です。ワンツーフックですね。そうです。ワンツーフックストレート。そうです。ワンツーフック早く、ストレート最後バチンって感じです。そうです。ワンツーフックストレート。で、次はストレートフックストレート。ワンツー。次ストレートフックストレート。そうです。はい。はい。ありがとう。いやまたちょっと後で。はい。教えてもらっていいかな。わかりました。ありがとう。はい。